はい、皆様、こんにちは。今から NMAO トークマラソン2022、9月10日の午後の部を開始したいと思います。13時半からの会は、千葉雅也さん、立命館大学大学院、先端総合学術研究科教授、橋本梓当館主任研究員の対談を始めさせていただきままますすすごごご来場ご視聴の皆様誠にありがとうございいいよよろろししししくくおお願願千葉さんよろしくお願いします。 はい。では、えっと、ここからちょっと引き取って始めたいと思います。皆さん今日は来ていただいてありがとうございます。ますそれから、えっと、オンライン視聴の方も結構たくさん来ていただいているみたいでありがとうございます。えっと、私は国立国際美術館の主任研究員の橋本と申します。今日はさっきご紹介の通り千葉さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えと今日あの朝からこのトークイベントをやってるんですけれどもちょっとここからご覧になる方もいると思うのでちょっと簡単になんですが、えー、と今から全体で90分ぐらいの,あのトークになりますであのオンサイトとオンラインと両方でやってますので最後にちょっと質問をお受けする時間を。 あの作ろうと思ってるんですけれども、まあ、その場合はちょっとオンサイトの方ご優先させていただいてオンラインの方はあの時間があればあのうまくいけばお受け付けたいなというふうに思っておりますでえっ、ー、とちょっと今日はなぜ千葉さんにお話を伺ってみたかったかっていうところをちょっと私なりにあの、まあ、皆さん千葉さんのことをよくご存知かと思うのですがあのお仕事のご紹介も兼ねてちょっとだけ最初にお話をさせていただきます。 で、えっと、私は、あの、国際美の中では、あの、まあ、いわゆる学芸員の仕事と申しますか、まあ、現代美術全般と、まあ、あの、自分のその中でもちょっと専門領域に、えっと、ついて調査をしながら、えー、展覧会を、まあ、仕立てて運営するっていうような仕事を、まあ、ざっくり言うとやっています。で、えっと、国際美術館には、えー、2003年、まだ国際美が、 万博記念公園にある頃から、えっ、ー、と、インターンとして、あの、来させてもらって以来、まあ、断続的になんですけれども、15年ぐらいいることになります。で、えっと、その間、まあ、日本の中では、まあ、関西、この大阪がある関西っていうローカリティ、それから、まあ、えっ、ー、と、日本という場所は、まあ、グローバルな淵の中においてはアジア地域ということを意識しながら展覧会の企画を行ってきました。 でえー、と今回そのトークマラソンということで、えー、とそれぞれの研究員がまあそれぞれにお話ししてみたい方にお声をかけるっていうようなことだったんですね。であのこれまでもその自分の企画したトークとか、まあ、シンポジウム展覧会の中でえと行われるようなトークとかシンポジウムの中ではいろいろオーガナイズする機会はいただいてたんですけれども、まあ、どうしても結構展覧会の直接的な。 テーマに関連する話がまあ多くなるんですねで、まあ、それはあの作家さんをお呼びしたりだとか、まあ、その直接テーマになるトピックについて話すっていうような格好になるんですけれども、えっと、ちょっと今回はあのそうした展覧会の仕事とはあの直接関係ないあのところで是非お話を伺ってみたい方っていうところであのまずあの頭に浮かんだのが千葉雅也さんだったということなんですね。 であの千葉さんの多岐にわたるお仕事については皆さんあのよくご存知かと思うんですけれども、えー、と東京大学で、えー、と表彰文化論コースで博士課程を修了されまして、えー、とジェル・ドゥ・ルーズについてのフランスの、まあ、現代哲学科ですねについての論文で博士号を取得されていますで、えー、とその博士論文をっ、えー、とに上司されたのがこの動きすぎてはいけないジェル・ドゥ・ルーズと生成 変化の哲学っていう2013年にカーデ処方から出てる本なんですけれどもで、まあ、それを皮切りにといいますか、まあ、フランスの現代思想を中心に、まあ、あの表彰文化論というようなご専門でいいかなと思うんですけれどもいろいろ著書をがおありです。で、えっと、今回の,そのトークのタイトルを「ちょっと芸術と勉強」というふうにあの私の方からお願いをさせていただいてましてで、まあ、その あの動機みたいなものをちょっと端的に申し上げるとその芸術と勉強についてちょっとパラレルに考えてみたいなという気持ちが私の方にありました。っていうのは、えー、と千葉さんのご著書のちょっと別のもので私 Kindle で買っちゃってちょっと書影がこうやって見せられないんですけど「勉強の哲学来たるべきバカのために」っていう本があってでそれを私は念頭に置いています。でえー、と勉強っていうのはそのもちろんあの えといわゆる学校の科目教育的なことではなくて、まあ、つまりその何か教科書があって、えー、とこういうことが重要ですよ筋道立てて覚えていってこう何かに、まあ、目的的に役立てるっていうような勉強のことじゃなくて、まあ、もう少しまあ深いというか、まあ、こう言ってしまっていいなら本質的な勉強についての本なんですね。でまあ本当にその本当の意味で勉強することっていうのは、まあ、今自分がいる環境から まあそれ環境の中にいるノリっていう言葉で千葉さん表現されてるんですけれども、まあ、そこのコードからまあ別のノリに移るっていうようなことだっていうふうなあのお話をその中でされています。で、えっと、そういうあたりをまああの読んでいた時にちょうどその、えー、と美術館でのまあ鑑賞体験とか、えー、と展覧会を見るっていうようなことが何て言うかそのちょっと学校の勉強みたいな。 科目学習的なというか、まあ、そういうふうな体験として、えー、と考えられている傾向があるなっていうふうに個人的には、ま、ずっと考えててで、まあ、例えばその一問一答式に求められるそのなんか回答ここに書いてあるこれは何を意味するんでしょうかとかこの作品の作者のメッセージは何でしょうかっていうような形で、まあ、すごくインスタントに答えを求めてこられる。 鑑賞者の傾向がすごく強くなったなっていうふうに、個人的には考えているんで、感じているんですね。で、まあ、それは結構、そのまあ、エンターテインメント的な要素を強く求める傾向が結構支配的になっていて。えっ、ー、と、クイズ番組みたいな、そういうこう、カジュアルな、えっ、ー、と、知の消費というか、まあ、そういうものが進んでいるところと。まあ、パラレルなんだろうなっていうふうに感じています。で、えっ、ー、と、ちょっと脱線について言うと、えっ、ー、と、もしかしたら、それは。えっ、ー、と、今、この私たちがいる美術館が、まあ、非常にその。 えっとネオリベラリズム的な状況にもうすでにすっかり飲み込まれてしまったっていうこととまあ無関係じゃないのかなっていうふうにも思います。例えばえっと例えば美術館においても、えっと、コストパフォーマンスとか生産性とか、まあ、そういう言葉がすごくたくさん使われるようになって、えっと、作品はまあもちろん展示するものなんですけど、えっと、作品を活用するっていう言い方にいつの間にか美術館の職員があの全然違和感を抱かなくなって しまったあとかそういうこともちょっと私のモチベーションとしてはあるんです,あるんですけどで、まあ、ちょっと勉強の話に戻ると,、えー、とさっきの「その勉強の哲学」という本の最初がなんか勉強は自己破壊勉強とは自己破壊であるっていう割とちょっと 印象的で、えっと、それが、まあ、あの、勉強の哲学は別に哲学の専門書では全然ないんですけれども、えっと、その先に名前を挙げたら動きすぎてはいけないっていう千葉さんのドゥルーズ論と、まあ、基本的な考え方は通定しているのかなというようなところがあります。で、まあ、そのキーワードとして、まあ、有限性っていうことが挙げられるんじゃないかなというふうなところまで、えっと、ちょっと私の方でばばばっとお話ししてすいませんが、ちょっと有限性っていうところで、えっと、 その勉強の話と、まあ、なんて言うんですかね。えっと、まあ、ドゥルーズの話はそこまで、あの、専門的に今日はしていただかないんですけれども。ちょっとお話をいただいてもいいでしょうか。えっと、あの、あ、どうも皆さん、あの、本日は、あの、こういう、いろいろ大変な。コロナの状況もある中、お集まりいただき、ありがとうございます。えっと、それで、今、橋本さんからご紹介いただきましたが。そうですね。まあ、ちょっと大きく、その、勉強と、その。 なんでしょうね科目学習的なものと美術館体験みたいなことでまああの、まあ、有限性とかそういうキーワードも出てくるかもしれないけどまずそういうキーワードっていうより自分のキャリアの中で美術館体験っていうのはあのどういうものでみたいな話から少しね始めてみたいと思うんですけどうん、うん、ちょうどですねあの先週 あの栃木の下野新聞っていう地元の新聞からインタビューを受けたところでしてあの栃木県立美術館が開館50周年っていうことでああのまあ、その一環として僕もまあ,あなんていうかインタビューしてくださることになってそれで答えたんですよね。 であのー、その時にあのもう話したんですけどまあまあっていうかなんでその話が来たかっていうともともと下野系が僕がその高校の時にすごくお世話になった美術の先生がいて有坂隆二っていう人なんですけどその美術の、まあ作,家まあ、作家活動も地元でされてたされて,てでも今もあの退職されてるんですけど、えーっとまあ、彼のところにあの記者が まあまあ、もともと付き合いがあって連絡を取ったみたいで,でそれで僕がその当時高校、まあまあ、なんていうかちょ話がちょっと前後しますけど僕がなんで今あのこうやって文章を書く仕事をしてるかって一つの大きなきっかけはその有坂先生の美術の授業であの夏に美術館の企画展を見てレポートを書くっていう課題が出されたんですね。そそれで、まあ、僕すごくその当時は もう教師に対してすごく挑戦的な気持ちがあったから、まあ、生意気にですね、まあ、批評となんか詩みたいなものとか組み合わせてあの本を作ったんですよ自分で製本してでそれをレポートとして1年生の時に出したんですけど、まあ、それが最初のきっかけで、まあ、その時の展覧会が「メメントモり展」っていうあの展覧会ですそれ非常に面白い企画展だったんですが、まあ、この後ちょっと話したいんですが、まあ、そういうこともあってですねその あのー、県立美術館の企画展っていうのはすごく自分のいろんな思考を展開する時に大きなきっかけだったんですよね。でまああのー、それでまあ今後美術館はどうあるべきかみたいなことも聞かれたんですけどまあそれは今日のここでの話にも関わってくると思いますがやっぱり、まあ、あの栃木のね地元のまあ何て言うのかなまあ、なかなかそういうあの 美術とかって言っても興味持ってもらえないみたいな状況の中でどうやって来場,来場者を確保するかっていう時にはやっぱりエンターテインメント的な要素とか考えるみたいだし、はい、でやっぱそうなってくるわけですよ。で なんかまあスペクタクル的になってくるっていうか見せ物的になってくるところはどうしてもあると思うわけですねでもまあそこでも僕はやっぱり美術館っていうのはハイカルチャーを担うっていうことが、まあ、ハイカルチャーっていう言葉がいいかどうかまあでも今僕はあえてそう言うべきだと思うんですけど、うん、例えばね、まあ、のちょっと前も別のイベントで栃木にあの招かれたことがあってその時は副知事の人かとか,かと話したんですけど、まあ、その人もその地域振興を考えてるんだけどまず彼の 口から最初に出てくるものっていうのがまあアニメのそうそうでどこなんか新海誠のどことこで出てきたあそこをこうなんかインスタスポットにしてとかっていう話になるわけです <laughs> でまあそれはそれでいいんですけどしかしまあ聖地巡礼なんてかつては本当にお一部のお宅が言っていたキーワードが、うん、もう行政用語になってるわけですよ日においいてはで、うん、そういう中で あの栃木って別に何もないわけじゃなくて、まあ、なんでここで大阪で栃木の話してたんだってことは地元愛なんですけど、まあ、栃木にだってなんかも,も,もう少しハイカルチャーによるあのをもっとこうそこに人々の,あの注目が集まるようなあの持っていき方だって、えー、あるんじゃないですかっていうような話を、まあ、したんですよね。 一方で、えー、とこう一時期からあのなんだろうな美術館でこうイヤホンであの解説を聞く、はい、オーそうああいうのもああいうのもなんか良さそうに思えるけどあれもその絵っていうのが何を描いてるかってことの答えを聞くみたいなことで見てる人もいる感じがしてそのより豊かに えこう教養を耕すっていうよりもどっちかというとっなががてくよような気すするんですよねそうじゃなくてなんかよくわかんないものを見るっていう見に行くっていう特に現代のアートなんてもうあの普通の常識の感覚からすると何でこんな巨大な無駄なものを作るんだろうみたいな、うんうん、そういうのがあるわけでしょ。でそういういのを見て なんか、ああ、こんなものあるんだっていう、ただそれだけで違うと思うんですよね。ねそうですね。うん、だから、うん、なんか、それで、こう、まあ、自分のもともとの価値観が破壊される、自己破壊につながるっていうような。うん、そういう、なんて言うんでしょうね。なんか、そういう美術館体験っていうのが、あの。 まあ、やっぱり今すごい難しいんですかね。まあ、そうですね。うん、あの、オーディオガイドとか解説とかっていうのは、本当にその。外からも求められることですし、うん、その行政的な視点からも、もっとそういうふうに、まあ、あの、やらなければならないという。ふうに、まあ、あの、言われて、私たちも、あの、より意識的にやらなきゃいけないというところはあります。やっぱりそうなると、あの、解説読んだことで満足してしまって、結局全然作品見てくださってないなって思うようなことも。 もちろん多々ありますし、うん、あの結局こちらが鑑賞者の方の鑑賞の、えっと、深度みたいなもの深さみたいなものを勝手に測るようなことにもなりかねないので、はい、ものすごくもったいないことでもあるんですよねでもちろんそういうきっかけがあって、うん、じゃあその次のステップに進んでくださるっていう方もいらっしゃるので全く役に立たないとは言わないのですがただしというところですかねやっぱり。うん、そうですよね あのまあ、また思い出話なんですけど僕が80年代に小学校時代ですね小学校時代に80年代にまあ地,方地方都市に行っていわゆる現代美術っていうものは本当になんていうのかな憧れだったんですよね憧れだったっていうかまあまあそうよく分かってなかったけど子供こでもそのすごいちっちゃい頃に美術館に連れて行,行かれたまあ その地元の美術館にちょくちょく行ってたわけですよでそこでいわゆる普通の絵じゃないものすごくざっくり言って普通の絵とか彫刻じゃないものというのがたまにあったりするとなんだろうと思ってもうすごいワクワクしたわけなんですよねでもなんかもうそういう時代っていうのも牧歌的っていうか <laughs> 今やもうありとあらゆるものがね。溢れちゃってて、まあ珍しい食べ物なんてなくなっちゃったみたいのと同じですよね。本当になんか、昔は本当フランス料理とか言うとすごい憧れだったっていうのと同じなわけですよ。あの頃は現代アートじゃないですよ。現代美術ですよ。もう現代アートなんてね。そんなチャラチャラした言い方僕は許しませんよ。現代美術じゃなきゃダメです。現代美術もう。 もう本当ね僕はそれに憧れたしその訳のわかんないものを何かかっこよく語れるような人たちみたいなそういう存在っていうのが、まあまあ、批評って言葉はまだわかんなかったけど高校時代に入っていく時に何かそれについて語ったりするっていうことにこうすごい憧れましたよね。うん そう私ちょうど実はあの同い年なんです私もちょうど高校生の時に私は美術にはそんなに関心がなくて、はい、どっちかいうと音楽とかが好きだったんですけど、はい、でもやっぱりあの友人と初めて現代美術を見に行った時の衝撃を今もすごい覚えてて「はい、ポンピドゥセンター」のコレクションが京都の国立近代美術館でまとめて見られるっていう展覧会だったんですけど、はいはい、やっぱりそんなものが 美術とは <laughs> みたたたいいなな何があり何がありましたポンピートだったらすすごい有名なのがあるでそうで,すそうです普通になんかマルセル・デュシャンとか<ー>ロベル・ルベルとかあとはボルダンスキーの映像とかもあったし<ー>結構なんか本当に人揃いそのまい、あ、今でいうところの、まあ、モダンもうモダンにカテゴライズされるかもしれませんけどはい、はい、コンテンポラリーな人たちの作品がたくさんあって、うん、なんかねあのえこんなものが絵でもないし彫刻でもないしゴミのようだがこれは <laughs> みたいな。 みたいなところからやっぱりす,すごい覚えてますよねでそれを別にその時分かろうっていう頭はそこまでないので分からないまま一回持って帰るうん、うん、分からないでずっと考えるみたいなまあもしかしたら今もまだ考えているのかもしれませんけど、うん、そういう体験をやっぱり、うん、大事にしたいなとは思いますよねそうですねあの頃はまあ美術手帳とかまあでも中学の頃は見てたかな でもまあ、雑誌でば情報は入ってたんですけど。あの、本格的にね。現代美術的なことに興味を持つようになった。大きなきっかけは、その高1の時のメメントモリ展は大きかったんですよね。で、その時にうのはあのなんだろう。あのこう。 いろいろ文脈の違うものをミックスして出すみたいな本当にいわゆるキュレーションが入ってる展覧会で解体新書みたいなあのああいう江戸時代の解剖図とかああいう「まあ、死を思え」っていうタイトルですからめめっりっ、はい、だからその死をテーマにしていてその江戸時代の解剖図とか標本みたいなものとかはまあ最初あるんですよ。うんうん、でそこから入っていくとあのなんかちょっと近代のものはどんなのがあったのか

あとはね、なんだろう、村岡サブローの酸素ボンベみたいなのがあったかもしれないですね。とか結構ああいうな70年代とか80年代あたりの結構日本の美現代美術家のクールな感じのうん、うん、あのそういうのもあって、あ,あのうんあの辺とか結構影響を受けましたね。その、うん、時あの千葉さん美術部入ってらっしゃるんじゃいやまだ入ってなかった。あまだ入ってなかったです。で僕は中二三ぐらいから。 あのだんだんその普通の絵じゃないことをちょっと描き始めてうん、うん、なんかあの画面をちょっとジェストで盛り上げて立体的にしたりとか何かいろいろやり始めてたんですよ。うんうん、で,で結構その高一の時のでインパクトを受けて、まあ、すごい軽薄なんですけどどうすれば現代美術っぽいものが作れるかって考えて真似し始めたんですよ。 真面目にその死をテーマにするとか、あのなんかコンセプトを考えた結果、現代美術に至るじゃなくて、どうすれば現代美術を作れるかって考えましたね。そうでもそ,そう。そのね。結構いろんなあの。オブジェみたいなものとか。まあ,あの当時はね。あのえっ、ー、とあと。 ジョゼフコーネルにすごい、あの、僕は夢中になって。っそうですか。コーネルに夢中になってね、どこの美術館だったかな、結構いいカタログがあったんですよ。あの<ー>作品がいっぱい載ってる。<laughs> で、それを取り寄せて。で、真似して、こう、木を。 ホームセンターのパネルソーとかで切切って、で箱作って、<laughs> でそ。そうそうそう、中にいろいろ入れたりとかして、<laughs> そういうのとか作ったりしてましたね。ああ、でも、その真似をしてみるっていうところから、<う>じゃあ、現代美術っぽいもんね、やってみようっていう。そうですね。そう、そう、だから、それの、その過程で。なんていうのかな、ある種の崇高さみたいなものとか。その非人間性とか、そういうものは一体技術的にどういうコツで、そういう雰囲気ができてるのかっていうような。な まあそういうい目でで見,見てってんですよね<ー>だから啓白って最初言ったけどいや実はこれはすごく大事な多分技術論の問題でなんかこれはすごい作品なんだなんかあのキーファーだから重い作品なんだ、うん、とかじゃなくてうん、うん、要するに黒く塗って燃やせばいいんだろうみたいな <laughs> あのそういうことでいくつ <laughs> か土塗ればいいんだろうみたいな <laughs> そういう感じになるわけですよ。だから あの結構そういうマテリアリスティックで技術論的な方向で美術には その後ずっっと,とあのあ<ー>向きき合う感じになななてきましたよねなるほど、うん、なんかその、まあ、ちょっと有限性の話に無理やりつなげると、うん、まあマテリアルって結局その有限性っていうところに結びついてくるのかなというふうに思うんですけどあの何ですかねそのマテリアルをこうずっと自分で触ってみてこうだったこうじゃなかったまた次のマテリアルに行ってみようみたいなそういう繰り返しでじゃあその時も何ていうか制作をしばらく楽しんでというか続けていらっしゃった。 そうですねだからあのその当時はその評論美術批評を書き始めると同時に現代美術の真似事みたいなことをやって、うん、でまあ途中まではなんかその美術をやりたいっていう気持ちがあったんですけどでも美大に行くとなると真面目にデザインやらなきゃいけないからそう,、ね、そうなんですよ。で、だからちょっと僕はその真面目にデザインやる気とかなかったんですよね。 それで、まあ、そのもの結局、ものづくり自体は大学の途中ぐらいまではやってたんですけどうん、うん、まあ,とあの結局、高校生の途中から言葉の方にあのシフトしてってでも、本当自分が、まあ、小さい頃から絵を,描くの絵を描いてたっていうのがメインで、まあ、ピアノも弾いてたんですけど,、まあ、どっちうちは両親がどっちも美術系の学校出てるんでとにかく遊ぶっていうとその工作…お絵描きと工作だったんですよね。だかかららそその分それでずっと来てたからうん、うん まあなんかそんなことになるのかなと思ってたんでまさか言葉の方で仕事をするようになるっていうのは全然思ってなかったんですよ、ね。<laughs> ああそうですもそれはまあ大学生のうちに、まあ、どちらかというとこうもうそっちにシフトっていうふうな形になったんですね。そう,、ねまあ、そうなんかそのこういうとすごく真面目みたいですけどその美術批評をやるにはなんていうのかなちゃんと理論 概念が使えななきゃいけないけしうん、うん、そうするとちゃんと思想哲学を勉強しなきゃいけないしっていうことに結局なっちゃうわけで。うんうん、だから 本当は最初進学する時に美学芸術学とかに行くつもりだったんですけどあそそううですかそうだったんですよだけどあのまあでもなんかあの最初の,その基礎ゼミみたいな1年生の時の授業で、まあ、その時黒住誠っていうあの日本思想史の専門家が先生だったんですけどはい、はい、黒住先生のところでその今みんそれぞれ興味があることをなんかその自由研究の発表みたいなのしなさいって言ってその時ベルナール・フォコンの,あの写真についてなんかそのセクシュアリティ の話みたいなことをしたら君は表彰文化論に行くしかないって言って <laughs> <laughs> で,であそうとでも僕があの東大入るまで表彰文化論なんて学科があること知らなかったんですよ。はいはい、で、はい、あれ大体いい教養学部のマイナーなところでこ今でこそねそ<う>今でこそ有名になってますから、ねまあ、その後ね東さんとかも出たし知られてるけど全然そんなあの。 外部のまあ、してや地方の高校生が知ってるところじゃないし、うん、ましてや表彰文化論に進学するには分散よりも分一に入った方が有利だと思ってそんなこと誰も知らないんですよ <laughs> 高校生はだから僕分散から入っちゃったからそうするとすごい平均点85点とか取んなきゃ進めないし<ー>だから大変で、まあ、2段階やって僕1段階目落ち落ち,ちゃって 2>,、うん、2段階目で進めたからぎりぎり助かったんですけどあそうだったそれでも80点ちょっとですごい際どいところで 一学年五六人ぐらいしかいないですからね。そう、でもまあ、結局そこで、その同学年で研究者に残った人って他にいないんですけど。あ、そうなんですか。うん、みんな就職しちゃった。だからまあ、いずれにしても、すみません、個人の思い出話ですけど。<laughs> すご<い>まあ、その、その年はだから。あのー、そう、あの、小林麻生とかね、うん、その、松浦咲とかいた時代ですよね。そうで,すねで、ちょうど僕は一年生の時に、あのー、蓮見重彦学長になった時なんで。はい。だから、まあ、そういう時代ですが。<laughs> そう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 。<laughs> うん、だまあそういうわけで表彰に行くことになっちゃって、うん。だけどね、もう卒論は僕マルセルモースなんで、あ<っ>、そう。だからもう全然ドゥから離れましたよね。<laughs> 本当ですね。うんうん、あ、でもじゃあモースをやったけれどもその後ドゥルーズに、そうなんですね。もうまあだからそこもそのなんかメディア論だの現代思想だのみたいなことをやるつもりだったんだけど、や,やっぱもっと基礎からやった方がいいって指導を受けて、で<ー>マルセルモースの増養論をやって で、でそれでまあそれとラカンとデリダみたいなことを考えて、でまあ結局主視からドゥルーズになるんですけど、そうなんですか。いや今ここにもありますけど、あの今年千葉さんが出された現代思想入門っていう本があって。 本当にわかりやすく、あの現代思想のことを書いておられて、うん、私。いやいや、ありがとうございます。いやいや、私もそのちょうど、あのさっき同い年で申し上げたのですが、あの私も文学部で。哲学科の中に美学があったんですね。はい、私の勉強したところも。で、みんなやっぱり、ルーズとかを読む、読みたいし、読むんだけど、翻訳もまだそんなにたくさん。うん、まあ、出てなかったり、まあ、出てても難しかったり。あの当時、読むのは相当大変でしたよね。いや、ですよね。ね<え>でも、私もなんか、これは全然無理だなって思った。<laughs> <laughs> あの経験があってであの頃こういうものがあればみたいな気分にちょっとなったりとかしてしまったのですが <laughs> まあそうですよねその浅田さんの構造と力で何とかあとは宇野邦一さんとかの入門書があった時代だけどやっぱりあの頃ドゥルーズをちゃんと読めてる人っていうのはなかなかいなかったですしそ,です、ね、それから始まったわけです。たただいずれにせよその、まあ、勉強とまた美 ね、そのアートっていうことに戻るとその高校時代もずっとそういう評論とかいろいろ読みながら美術のことを一方で考えててそれをこう絡み合わせながらその、まあ、やってきたんですよね。だ、はい、だからドゥルーズにもチャレンジししようとしたんだけど 結局置物になっちゃいましたよねあの分厚い昔の、ね、サイト反復の銀色のこんな分厚い翻訳があったんですけど<ー><昔>持ってますあ,あるでしょアンチョウディップスの緑色のこと「千のプラトー」の茶色のやつ <laughs>、はいはい、あの3冊をですねこう百科事典みたいなの僕も部屋の本棚に置いといたんですよ。 でも全く読めなかったですね千葉さんでもそうだったんですかサイト反復がやっと読めたと思ったら終始に入ったからですあなるほどまず学部生はもう無理ですうん、うん、これもう本当あのネット見てる人とかにも言うけど学部生がサイト反復読むことは無理です今日においてももう無理無理<い>無理だと思ったほうがいい,い本当あのーうん、ていうかもうあのドゥルーズの,、ね、あの原,原文原文っていうのは日本語訳でだけど あのとにかく一冊まともに読み通すのはやっぱ学部生では厳しいんじゃないかな、まあでも今日は、ね、ちょっと教育が発達してるんでこういうい入門書とかを読めばあの多少はある程度は可能かもしれないですね、昔とは。まあ、キーワードとかねキーの概念みたいなものだけはなんとかつかめるようになるかなというところですそうですね。 でででもも本当に僕も時間をかけけて読んんきたわけなんですよだからまあこの本いろいろ入ってますけど羅漢もねその学部の時にいろんな先輩とのゼミとかに出て千葉君はフランス語ができないとかいろいろいじめられたりとかしてねあのまあ某あ名前今名前出しそうになっちゃった <laughs> <laughs> すごい嫌な思いしたこととかあってまあそうあの。そうあの まあ、とにかく七点抜刀して全部やってきたわけですよ。ドゥルーズ、デリダ、ラカン、レヴィナス、フーコ全部やってきた全部七点抜刀しましたよ <laughs> そう。だから、あのあ,のあこ,れ多分ここ読めないよなっていうのは<ー>僕なりに思いがあるわけですよそれが分かる逆にここは厳しいよねっていうポイントが。 <laughs> だからそれをで今やっと、あのー、教員として働くようになってやっぱあの時の苦労を今総合的にあの考えて。 本が書けるなってやっと今思えたっていうなるほどことですよねそういうことですよね、うん、いやなんかそのわからないものをわからないなりにこう、うん、何度も何度も自分の体に入れるっていう作業っていうのは,はい、はい、まあ語学であれまあなん何の勉強でもそうなんですけれども、うん、あるよねっていうところですねそうですねでやっぱり最初はかっこいいって思うことがすごく大事で憧れみたいなとです、ね、憧れですよねやっぱり <laughs> サイト反復って。 なんかサイト反復以上みたいなもうなんとかっこいいわけですよ <laughs> 圧倒的にもうそのその2つのワードだけで,でこれは読まねばと思うんだけどっていうことですよねかりますそうそうなんですよねもうなんかこう酸素ボンベだ曲がった酸素ボンベが置いてあるとかその圧倒的なかっこよさみたいなのがあってあります、ね、だから、まあ、やっぱり今日とにかく 分かるように分かるようにっていうその歩み寄りっていうのがまあ、逆に僕はその歩み寄る仕事してるわけですけどうん、うん、むしろその分からなさのかっこよさに向かっていくための歩み寄りっていう教育が僕は必要だと思っていてうん、うん、でもやっぱり何かその分からないものにガツンとこうやられてしまう痺れてしまうっていうなんかそういう体験がねあのもっと あ、ね、あちこちこにあるとといいなと思いな思ます、ね、そうです、ね、そうなんかみんな分からないものが目の前に出てきた時に、うん、それに対してどうリアクションしていいか分からないっていうパターンがすごいあって、うんうん、よく美術館であ,のあるのはこんなよく分からないものを美術館に展示するなんてけしからんみたいなご感想とかいただくんんでですすよ <laughs> あ、ま、そうな直接言われることもありますし<ー>なんかわしはこんなもん分からんみたいな。 こんなものに税金を使うんじゃないみたいな <laughs> いやだから損したって思うみたいなんですよ <laughs> そうそうなんですそう,そ,うそうなんです<だ>なんか、ね、えーっていううん本当ね感じですねまああのなんて言うんでしょうねやっぱりわからないとお金を払った甲斐がないっていうのってのあるみたいでそうですねで結構その例えばまあ本を読むっていう時にまあちょっとこういう言い方はあれだけどやっぱり 一般読者層っていうか、はい、あの一般的感覚からすると、本って全部読めないとダメだと思ってるっていうのはすごく強いみたいなんですよ。あ、もう頭から終わりまで全部自分が分かったわ分からないところがないっていうのは、もう大前提みたいなんですよね。で、えー、っと、僕らみたいに研究者になるような人間って。 本っっててて相当当の部分がわかんんなくて当然だと思ってるんですよでもねこれ多分かなりおかしな感覚で <laughs> <か>僕多分常識がもうわかんなくなっちゃってるんですよもう <laughs> 体がおかしくなっちゃって。で例えば僕のなんか例えば今でもね今プロになったって。 ちょっと専門家からずれてるような本なんて、うんまあ、まあ6割5割ぐらい分かれば全然もう御の字で、うんうん、それで本読めたっていうふうに思ってるし、うんうん、もしかすると一般的に「お前らそんなんで本読めたって言ってるつもりか」みたいになんか糾弾されるのかもしれないけど <laughs> プロ同士がそんなことで糾弾するなんてことないわけですよ当たり前ですからそんなことは。うんうん、ところが僕よく読書メーターの感想をあのすごく参考になるんで、うん、よく見るんですよ本を出すと。でそうするるととと一つ引っっかかるここがあったことで なんかもう本を読む嫌になってしまったとかそういう感想がね<ー>いっぱいではないんですがやっぱちょこちょょここ見かけるんですよねだからやっぱりあの本当に1箇所も引っかからないようにしないとあのい,いけないと僕は全く思ってないけれどそういう読書体験のスムーズさを求めてる人が相当数いるんだなとそれはもそう,かかい,そういるんですよね。 読む意味あるのかみたいな感じに今度なりますけどね <laughs> そうなってくると <laughs> まあでも展覧会も多分同じだと思います、うん、分からなかったここがなぜなのかっていうでなぜなのかって疑問を持つまではいいんですけれども、うん、それがなんかこう謎の怒りに転化されるとかねなんかそういうことはありますね、うんうん。まあね、うん、その うん、自分にとって分からないものにお金がかけられてるってことはなんかこうバカにされてるような気がするとかいろいろあるんだと思うんですよね、うん、ロジックが。で だちょっっとやりにくくなってますよね、うん、なんかますますそれでネットでいろいろみんな声を上げたりとかするようになってきてるからそういうなんかあのちょっと届きやすくなっ,って、ね、届きてるからそういうこは困ったもんなんですよ、うん、本当。うん、でだからなかなかあのかつてだったらある種一つの基準一定の高い水準というものを特に公立の機関というものは提示して分かんなくても「ははー 県立美術館がやってんだったらそんなものなのかみたいな感じで人々はまあなんか飲み込んでいたわけですよねグーと。 まあそれがやっぱり教育ってそういうところがあってうん、うん、一つ一つにフィードバックを送ってたら教育って成り立たないんですよね。あ教育もそうですよだから授業アンケート的なものっていうのをいちいちやって微調整してたらそしてそのとにかく高いものを引きずり下ろすだけですからうん、うん、やっぱりそうじゃなくてやっぱり権威的なものは権威的なものとして一つポンと示すとそういうことができないとそれをこうあの文句が出てもある程度跳ね返して、えー、やるっていうことは まあやっぱり文化の仕事に携わる人間のある程度批判にさらされてもやらなきゃいけない責任だと思うんですよね。そうですねやはり権威主義的だみたいなことが非常に言われやすい世の中じゃないですか。うん まあそこでいかに、なんて言うんてうですかねえとまあぐっとこらえてやっぱり私たちはこういうものを今見せなきゃいけないと思ってるんだっていう展覧会をしっかりやっていくっていうこと自体はまああの私個人はというか国際美術館はと言っていいのかちょっと主語が難しいですがあの絶対やっていかなきゃいけないなと思っているところで,でまあそれに対してまあもちろんあのいろんなアクセシビリティを上げるであるとかそういう別の t ィップスみたいなことはもちろん必要にはなっていな同時進いです。 もちろんオーディオっていうのもね、うん、その視覚障害がある方とかそういうことも含めてのことですからねうんそうですね、うん、なんかそういう意味ではうんなんかそう分からないものわ分からないまま飲み込むいい練習が私は個人的にはその自分の体を使うことだったり何か作ってみることだったりかなというふうには思っているのですが、うん、なんか制作してみるっていうのもそうだし、まあ、自分でちょっと、ね。 あの自分でも描いてみるとかかなと思ってはいますけどね。まあその作るっていうアプローチをこう、まあ、なんかワークショップとか、はい、そういうので、えー、鑑賞体験と制作っていうのをつないでいくっていうのも。 まあいいんじゃないかななと思うんんですよねかちょっとじゃあ話を変えちゃうんですけど、はいはい、その小説を、ね、あの発表されていることはもう皆さんもよくご存知かなと思うんですけれども、うん、さっきその,あの絵を描いてらっしゃったこと美術を作ってたことピアノを弾いてたことと小説も今は書いてらっしゃるっていうことなんかその辺はどういうきっかけというかモチベーションがあって小説を書こうっていうことになったんでしょうかう 長い話かもしれませんが。小説はね、なんか書くことになりましたね。<laughs> こんな感じなんですか。うん、そうで、それは、あの、まあ、何年か前からね、その、あの。いく、いくつかの編、編集部からそういう話はあったので。そうですか。あの、まあ、というか、まあ、編集者っていうのは、まあ、いろんな人にそうやって声かけるもんなんですよ。だけど、みんながね、だからといって書くわけじゃないんで。 あの僕だっって書くかかかかどうか分かんなかったわけです、うん、で,でも結局ののある期間いろいろ考えた結果あこれはちょっと、まあ、書こうってなったものがあのデッドラインなんですよね、はい、にまそ,それ以前にプロトタイプみたいなものがあったんですけど、うん、でまあ今ちょっとそのなぜ小説なのかっていうことは一言では言いづらく、うん、ただ自分の中で小説っていうものはうん。 実は美術や音楽と並んでもう一つの筋として、えー、重要な鑑賞体験としてあったんですよね。ああ、そうですか、うん。それはありましたね。あのあの結構無意識になってる気がして、うんうん、それ最近思い出してるんですよ。うんうん、で、結構美術作品とかあの時期にこれ見たとかっていうのがあのあるんですけど、うんうん、小説もあの考えてみれば結構あってで。 あとなんでしょう、そのうん、結構皆さん、そうだと、皆さん、小説って読んでるんですよ、教科書でも読んでるし、小学校の時とかも子供向けの本とか読むじゃないですか、はいはい、ね、あの、がんくつ王とかさ、はい、そういう、うね、なんか三重詩とかさ、そういう、<laughs> でだから、あの実はあので、しかも、小説って会話文があったり、 え、人がどう、の気持ちの様子を表したりとかって。日常会話にいて、喋ることのプロトタイプになることが。書かれてるんですね。確かにそうですね。そう、だから結構我々の、あの。喋ってることとか、あの。 何か見てそれを日記,日,記日記みたいにしゃべるしゃべって報告するとかうん、うん、そういう時にどこかにその小説の文体っていうのがね念頭にあるはずなんですよねうそうかだからそういう意味で言うと自分が使っているこの世界を捉える言語活動をもう一回その作り直してるっていう,ああもう言語活動の総体を作り直してるっていう感覚がありますね。 と最初にデッドラインの方でマジックミラーとか、はい、えっともう一個の方も読ませていただいたんですが、あの割とあの何て言うんでしょうか千葉さんの体験がこう、はい、ちょっとこう核になっているのか平行しているのかっていうようなはいはい、はい、まあじあのその体験を素材にし,してるってよく言いますけどねおあ素材にしている、うん、なるほどその修士論文か書いている、うんうん、出せなかった話ですね出せなかった話はいはい、はい、まあそれは本当にそうなので。<laughs> <laughs> うん、なんて言うんですかね、なんかそうかだから違う言葉でもう1回相対として作ってるっていう自分の実体験とはもちろんあの別のことなんですけど、うん。まあそれもそうそれもそうだし、うん、そのまあなんていかいやさっき今さっき今言ったらもっともっと抽象的な意味で、うんうん、その例えば蛇口をひねって水が出るってことをどう描写するかっていうことをもう一から作り直すわけです。うん そういう意味ですつまり世界が言語にどう遮像されるかっていうその遮像のメカニズムをもう一から検討し直すのが諸説書くっていうことなんです言語でってことですねそう言語で世界をどういうふうに描写するあの写し取るかっていうことを無意識にやっちゃってることをもう一回意識的にやり直すっていうことなんですよねんうん、うん、でその時には 自分が一体会話っていうものをどう捉えるっているかとかある種の懐かしさの表現とかいろいろそういうものがどういうソースから来てるかっていうことを逐一検討し直すことになってだから最近僕昔自分が国語の教科書で読んだ作品の読み直しとかしてるんですよね。 特にあのこの間はっと気づいたのは「路人の路人ですよ、はい、路人のはい、はい、あのあ故郷」っていうあの短い小説があってはい、はい、それはねあの実家があの昔住んでた家族の家を引き払うことになり、はい、その家の片付けをしに行くとその周りのあの懐かしくあの昔子供の頃よく遊んでた使用人の子供と再会するっていうまあそういう話なんですよね。 あのね僕「その老人の故郷」っていう小説がねなんかまた、まあ、ちょっとこれもちょっとエピソード的ですけどこの間ねウーバーイーツで、うん、あの上海風の,あの,あの小籠包とちまきを僕頼んだんですよ。<laughs> であのなんか夜ですね。で,で,でそれを食べたあの夜に。 あの、ロシンっていう言葉が夢に出てきたで,<ー>で夜中に僕ね、最近だんだん年取ってきて、夜中おしっこで目が覚めちゃうんですけど。あの、なんだ、あの、更年期なんで,で。で、明け方にちょっとトイレに起きて、で、その時にロシンの故郷だって僕、僕告知に出たんですよ。へえー、面白い。ね<で>、上がってきたんです。なんかね、こう。<laughs> あの温泉が湧くみたいに昔の記憶が多分、うん、そのねちまきがねなんかすごくこう黒々としていて、うん、かなり本格的な感じの異国的なちまきだったんですよでなんか出てきたんですよですぐにねその日朝朝喫茶店に行ってあのキンドルでいわあの買ってでま,まあの読んでみたらああこれだと思ったんですよね。 あのー、もうこの実家をの手放すからそこを処分しに行くっていう話ってオーバーヒートにも出てくるオーバーヒート母方の家を処分しに行くっていう話が出てくるんですけど、はい、あこれロジンじゃんと思って。はい そうそう。そうか。そう。なんかね、そんな重なりがあったりとかして、面白い。あのちょっとね、面白いんですよね。なんかそういうことってふと帰ってきたりしますねう。うん、なんかそうなんです。うん、原点みたいなのがあって。なんか小学校、うん、ま老、あ、人は私は多分球形電とかが。 学級<の>制でね、載<と>、うん、ってたかなと思うんですけど、うん、なんかそのえっ、ー、と学校で読むものって一回読むだけじゃなくて、結構何時間もかけて、何度も音読したりとか、割とやるじゃないですか。すご,すごく精読するじゃないですか。ね、なんからすごい身体化されてるんですよ、ね。そうなんです。すごく染み付いてるんです。<ー>そう。だから多分ね、あの頃あと総積の心の一部。 思ってました、私も。思ってました、思ってました。あとは舞姫もあったから。舞姫ありましたね。あと三月期。三月期ありましたありましたよね。はいはい。昨日先に行って。木の先に行って、あ、あった。やっぱ当選前だ。だから文学大系一緒なんですよ。同じ教科書。でね、僕の小説、絶対その辺の要素ありますから。絶対ある、絶対ある。そういうことか。そう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 。でね、なんか、あの、ぼ、某、某文芸評論家が。 漱、えー、石と言えば心っていうのは教科書でそういうのがルフしてけしからんと漱石の本領というのは「わが輩は猫である」なんて「あんな心なんてのは漱石の中ではくだらない小説で」とかって言ってる批評家がいるんですけど僕は本当に腹が立って、ね、それを聞いて僕の青春は心なんだって知らないよわ <laughs> が輩は猫であるなんてってこ僕の漱石は僕の漱石だと思って,てで。<laughs> うん、なんかあの心の,あの、ね、ふわっとしたねあの文章の感じとかはむしろ僕にとってはすごく重要だったし先生は結局みたいなことをんかそうそうそういう,そうだからまたそこでやっぱり学校教育であの見せられるものっていうのは大事でだからやっぱり美術館見学っていうのもねそこにまたつな戻ってくると、はい、あのすごくやっぱり大事だったし。 うん、なんかそれも自分で見に行こうとして見る,見るっていうよりまあたまたまそういう機会があるから宿題だから見るとかそれも一つの権威,が権威的なものが示されて「えー、王害の舞姫を読むんですよ」みたいなことになって <laughs> あの読むわけですよね。でもそれはやっぱ何か非常によくわからない形で、えー、その痕跡が残るっていう。やっっぱそれがあってでなんか 別にあの当時読みたくて読んだわけじゃないものにほとんど運命のように、うん、やっぱりそれに影響された文体で文章を書くようになってしまうそうじゃなくてもよかったはずなのにそうなってしまうっていうのが まあ、まあ、人生の面白いところだなと思いますよね。ねこれは本当にそうですね。うんうん、なんか、その小説をまあ、例えば、何、何篇か書いていかれる。うん、あの、長いものを書いて、身近い、まあ、これからも書かれると思うんですけど。何かご自身の中で、次はこうしよう、次はこうしようみたいなところが、こう、どんどん出てきて。別のものが書きたいっていう形になるんですか。はいはいはい、そうですね。やっぱり、それも、その。 あの制作の問題でまあ、どうやったらね。あのかけるんだろうって、最初は小説っていうものがうん、うん、あのまあ。それもやっぱり技術的にいろいろ考えるわけだけど。でもまあまあやってみるしかないわけだしで、その中で出てきた課題っていうのがあるわけですよね。まあ、まあ、大きく言ってこう。あのある程度構築的にあの先を予,予測してっていうか、組み立てを作ってから。 あの書くのかそれとももっと即興的にもう思いつくように何かこうニョロニョロとこう勝手に蛇が伸びていくように書いていくのかっていう大きくその2つがあるとしてでもまあどっちもなんですよ結局は何かわかんないけどなんか三島由紀夫とかはもう緻密に構成を作って毎日何かあのこう本当に銀行員のように小説を書いたとか何か言われてるらしいですけどそういう構築派っていうのもあるとして例えば村上春樹なんかはもう何か。 ね、ただただ思いつくように書いていくとかって言うじゃないですかまあでもああいうのっていうのも多分ある種のそういうふうに言った方が作家,が神秘作家性が神秘化できるからだと思って,思ってこう構成作れないわけがないんですよ <laughs> わ作らないわけがないですよ絶対ちょっとプロットぐらい作る,作るよ絶対あんな長編をね思いつきで書いてたらさそんなのあるわけないだから、ね、みんなね嘘つくの当。あの1か月に300冊本を読むとかね嘘ばっかりですよ 本当ええー、本当嘘はよくないと思うんだよちゃんと教育するときには教育するときにはちゃんと有限に人間ができることるそう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 そでもねでも分かんないあのあのー、ある程度のところまでなんかニョロ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 と書いていっちゃうことっていうのはそれはそれで可能といえば可能なんですねただそれでどこまでいけるかっていうのは分からなくてだから僕その構築とその即興的展開のバランスっていうのは どの段階でどうするかっていうのはいつも悩んでますね、まあ、逆のベクトルにある種あるものをうまくこう折り合いをつけていくっていうところです、ね、そうですねそのバランスが。うん、で最後まあその、まあ、例えば小説なら小説という形のあるものにしなければならないっていう、えー、ある種のそ,のそれこそ有限性みたいなところで。そそうですそうでですす 収めるってそうですね字数もあるし、ね、今回はこの話はエピソードは入れたくても入れられないなってなってまあそれで外したエピソードから別の作品ができたりとかもするわけじゃないですかだからまあその辺のバランスの感じとかもそうだしうそれは本当に具体的な話ですよ、ね、そうですね。うん、でそのがやっっぱり1作ごとにくなって,くって うまあ、上手くなってもいるんかもしれないけどいろいろ新しいこと考え新しいこと考えますねそういうあの執筆のことに関して。うん、なんかやっぱ一つ作ったことによってまた次がこう出てくるっていうようなあのそういう運動も一つあるのかなとあ。もちろんそうですねうん、うん、それはそうだと思います。だからあの、うん、まあ一つ作ってもあと思いつかないっていう人ケースもあるのかもしれないですけど。うんうんうん 基本的に僕制作っていうのは、その継続するっていうことを前前提にっていう言い方あるかな。うん、まあ、作品を作るっていうよりも、作品を生成し続けるエンジンを作れって僕よく言うんですよね。なるほど、エンジンか。一個作って終わりじゃなくって、ジェネレーター自体をつく、作ろうよ。っていうふうによく僕は、あのまあ、大学院なんかでも、その研究の、その、なんていうのかな、あの。 研究論文をどういうふうにプランを立てるかっていう教育をするわけですがそれと同時に研究をするっていうのは文章を書くっていうことだからそもそも皆さんが学術研究っていう狭い 特殊なことだけじゃなくて、文章を書き続けることができる体制っていうのをまず作んなきゃダメですよって言って、そこからあの教育するんですよ。だから日記を書かせたりとか、日記、だからそういうことからこうあのとにかく短い文章をあのまんめに書きなさいみたいなことから教育して、その時に自分なりに自分のノリで まあなんかこう無駄口がどんどん出てくるみたいなうん、うん、そういうその僕はよくする冗調性エンジンとか冗調性ジェネレーターっていうんですけどはい、はい、そのなんか大事なことだけ言って終わりじゃなくてとにかくどんどん言葉が出てくるっていう,うん、うん、その基本的なそののそのほうさそのなん常時燃えてる炎みたいなそういうのをね自分の中に作んなきゃいけないんですよせせとくっていうね。う そのある種自分の中にその AI の自動生成アルゴリズムみたいなのを自分の中に持つみたいなうんうんでそういうことをよく言っててだからなんていうのかなそのメンテナンスをしていくことで、まあ、次の作品っていうのはいろいろできていくっていうところがあるんですよね。 だからこれはまた逆に鑑賞の態度っていうところにそれを持っていくとなぜ例えばリヒターはあのシリーズを作り続けられるのかと昔のシリーズ作ってたあのやつからアブストラクトペインティングに転換するときにいったエンジンをどういうふうに切り替えたのかとかっていうふうに見るわけですよ。そうですねだから作り手サイドから美術作品を見るときに、まあ、あのなぜこの作家は作り続けられているのかっていうその何ていうのかなある種の。 その作家の制作の,あのなんていうのかなその,そ,その運動性を作品の具体的なところからどう読解するかっていうことでそれがそのさっきの,あのちょっとねあ,のある種偽薬的に言った「まあ、所詮これってこういう,こう黒く塗っちゃえばこうなるでしょ」みたいな話っていうのはまさにそこにつながってくるわけなんですよね。まさに例えば まあまあ、とにかくなんかでかい画面に色をにじませればいいんだろうってのがロスコなわけですよ。でロスコはそれに気づいたわけですよね。<laughs> そ<う>カラーフィールドとは。そう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 。ああ、<laughs> じわっとやったらいいわみたいな。分かっちゃったから、あともうそれでいけるってなったわけでしょ、あれは。他にいなかったからね。<laughs> そうだからあの当時は抽象表現主義の時代なんて他にやってないことがいっぱいあったから、本当にみんな羨,羨ましいですよね。自分がが一番先だみたたいなところでできたからそれが <laughs> でももう みんなやらられちゃったから今じゃあ自分独自のエンジンをどうやって作るかっていうとすすすごく難しいででよねうん、うん、そう,ですねそう結構四方八方に気を使わないと自分のエンジンだって言えないみたいなところが、ね、そうそうかそぶうそうっちゃうんで、うん、ど,どっかしらがねそう確かに確かに、うん、そう <laughs> <laughs> いやーなんかちょっとすいません面白くてどんどん聞いてしまいますが <laughs> なんかえっと まあ今みたいにそのまあ小説の例えでちょっと今お話聞いたんですけどピアノとかあの絵画とかっていうふうにまあまあち,ょちょっとずつその制作の中でも横にずらすと何か横断性があったりあるいはどういう断絶性があるんですか千葉さんの中でははい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 なるほどそうですねえー、っと他のジャンルに移す時にもやってることは似てると思ってるんですよ。 似ててるっていうかそのことをね実は来年あの本を僕は出そうと思っていてで<お>それはあのアートというか芸術制作あるいはもうちょっと広く日常生活の中の文化的な,<ー>な活動例えば服を選ぶとか部屋のインテリアを どういうふうにするかを考えるとか、そういうことまで含めて物を作り組み立て配置するっていうことをトータルにあの考えるような本を出そうと思ってるんですね。まあ、それがずっとここ数年、まあ、僕のツイッターとか見ている方は、僕は政策の哲学っていうワードをよく言ってたんですけど。 あのそれをまあちょっとタイトルは変わりますがなんか「勉強の哲学」の「本、あの増補版の方の最後に入ってるやつです、ね、あれがその何ていうかプロトタイプです、ね。なるほどなるほどあわ分かりましたはい、はい、あそういうそういういそれを書こうと思っていてで、まあ、もうすでに実はやり始めてるんですけどうん、うん、一つキーになると思ってるのは抽象的な意味でのリズムっていうもの抽象的な意味でのリズム,リズムですね。うんうん その抽象的っていうのはどういうことかっていうと通常リズムって聞くと音のことが第一に思い浮かぶと思うんですよ。だけどあのリズムっていうのはある種なんていうのかな強,強度の違い強度の違い,強度の違いが。うん えと一定のパターンを成して反復されたり、うん、あるいはそのパターンが裏切られたり切断が入ったり、うんえー、元に戻ったりとかそういうことがするとでそれをその時間軸で展開すると音楽になるけれど、うん、えと平面的に空間上にに展開するると絵画になるって考え例えばあの大きいものがボンボンとあって次にちっちゃいのがポッポッときてまたボンと大きいのが来るち みたいな感じで絵画の画面で捉えられるわけですね。うん、でそれをこう横にあのまあ今時間的に展開すると時間的展開すれば音楽になるになるあう,んう,んうん、そうあと例えばあのキッチンのところになんかこうスパイスの瓶を並べるときっていうのにこう高い背の高いもの背の高いもの低いもの低いもの高いものっていうのもなんかボン <laughs> ボン,ボンチッチッボンっていうふうになるわけですよね。でこれも同じなわけですよ。だから。 あのこのの配置の感覚その配置の面白さっていうのがそういうふうに共通で捉えればアートも別に特に何を意味してなくてもあこの色のこの感じ例えば青青おグレーグレー青とかってなった時に青の鮮やかなのとグレーの鈍いのと青のっていうのの,その鋭さ鈍さ鋭さっていうその感覚さ。うんうん こうなんかわーっと強くきて弱くなってまたわーっと強くきてっていうので気持ちいいっていうのはもうあのサウナで整うっていうのと同じなわけですよね。がっ <laughs> と熱くなってから水風呂に入ってまたがっと熱くなって水風呂に入ってっていうことが非常にこう細かい周波数で起こってるのが音楽っていうことになるしその空間的に展開したのが絵画だっていうことになるしキッチンのスパイスの瓶も同じだってことになるわけですよ。こういう話を書こうと思っていて楽しいですね。 そ,なんだそこにそのそ<う>なんだろう缶とかっていう、うん、あの料理とかっていうのが入ってくるところがすごく生活全体がまさに料理だってそうじゃないですかです、ね、食べ物の、えっと、どういう素材を組み合わせるか歯応えがあるものと何々々とか炒め物を作る時の組み合わせとかってそうなるし。 確かに、うん、料理できない時って、うん、結局その仕上がりのイメージができなくて料理ができないってことありませんかうんかん、うん、でなんかある程度料理できるようになってくるとそれこそこの支えはこうだからこうできるなとか、うんそ,ね、それこそスパイスのこととかだんだん分かってきて強弱とかがね自分の頭の中でこうイメージできるようになってうううまくでできたっていうそそすね、うん、その大体の感じでやれるようになるわけです。そそそそうそうそううのの、うん、の時の感じっていうのはまあ まあ、抽象的な意味でのリズム感だと思うんですよね。そうか、それをリズム感という言葉で表現されるんですね。すねうん、まあ、リズムっていうのはね、その。もともとギリシャ語のリトモスっていうところから来てて、うん、あれは、あの、もともと形という意味があるんですよね。うん、だから、あの、なんていうのかな。うん <laughs> あの高、ー、密のリズム概念というのはかなり音に偏ってますけど、もっとなんていうのがまあ構造なんですよね。<造>もっと元と構造の問題としてリズムがあるっていう。そう。だから。 ある種ね、すべてを構造主義的に捉えるってことを、すべてをリズム論的に捉えるっていうことだとも言えると思うし。うだ、そういう意味でも、とにかくどんなジャンルでもね、一回はちょっと作ってみるっていうのはやる、やるべきなんですよ。確かに。そうですね、うん。あの、圧倒的に鑑賞が面白くなりますよ。うん、ほんとちょっとでもやってみると、うん、もう僕俳句とか短歌とか、そういうのもちょこちょことやってますし。あそうですか。そういうのも、詩歌なんかもやってみるし。まあ、あの、やっぱり一回ちょっとやってみると、全然違いますよね。ううん、そういう意味で。 ではね、例えばそこにスポーツとか並べてみるとどうですかスポーツもそうですよまさに、ね、筋トレも僕やってるんで、うん、そのトレーナーさんについてもらっていろいろ話を聞くけど、うん、やっぱりプロの考えてるあのその身体に対する感覚の解像度っていうのはやっぱなんかアーティストが後を見るみたいなものとやっぱ近いところがうん、うん、やっぱ解剖学的なことを話とかもしますしね。うん、彼は だからそのスポーツもつながってきますよねだ僕はすごくスポーツが苦手だったのでうん、うん、なんか何とかして今のアート的な思考でスポーツの方を乗り越えられないかと思ってたんだけどもうでも年,年なんで無理はしないようにしようと思いますいやいやありますねそういうの、うん、私もどっちか言うと運動前線的ない苦手でした、はい、<ー>でもどうやっ でまず運動が嫌いだから、うん、<laughs> あの好きになりたいんだけどで筋トレ一番そういう意味ではよいいですよねなんていうかまあ一人でやれるし、ね、そう一人でやれるし自分の負荷でやれるし<う>やったらやっただけそれなりにあのそれなりにそうです、ね、一応進捗があるじゃないですかチーム戦ススってことですいません ームスポーツってもういきなり競争になるからちょっとでもへぼいとすぐバカにされたりして集団のある種の社会的論理が働くでしょうああいうの本当に僕嫌だったんですよ、ね、<laughs> う本当にすごいでもなんかお話伺ってていろいろなるほどと思いましたそつながり方というか、うん、みんな逆にアートはアート。 音楽は音楽っていうふうな形で勉強は勉強とか、まあ、勉強の中でも例えば社会学と芸術学はこういうふうに違うんだみたいな話を、うん、要はどう違うかって話をしがちなんだけれども、うん、そこにそれこそまあエンジンというか、うん、まあどういうふうな同じ構造が。 働いていて、で、あのそれの違うアウトプットなんだっていう風うな考え方を一つしてみると、そうですね。ちょっと見えてきて面白いなという風な、うん、うん、そうなんですよ。うん、そう。うん、だからね、それこそその。 えっと昔の神話とあの現代の漫画に同じ物語構造があることを見出すみたいなレヴィストロース的な構造主義っていうのがあるわけで僕は、ね、いわゆるドゥルーズとかデリダとかポスト構造主義と、うん、いうことを言ってるけど、うん、僕自身の考え方って結構もうバリバリの構造,主義構造主義者なんですよ。<laughs> そう だ基本的に構造主義の発想でインターディシプリナリーにジャンル横断的に考えるっていうのがもう自分のもう基本的なもう修正になっているのでそういう意味でいろんなものを見てるんですよね。ただもちろんあの ありとあらゆることの専門家になれるわけじゃなくてそれは僕はそれぐらいわきまえてますのでまあ自分にできることっていうのはいくつかあってであとはまあちょっと物見ゆうさん的に見たりすることはあるけどっていうまあそ,れそういう中でやってるんですけどだから皆さんもそういう構造を似た構造として捉えるっていうことでまあいろいろあちこちに顔を出してみると。 まあ鑑賞体験はすごく広がるだろうなと思うんですよね。そう確かにうううん、うんそうですねそ<う>なんか一日の中では何に今日はこれに時間を割こうとかがあるんですか例えば。まあ,あの時期によりますよねそもちろんそのプロジェクトがあって、うん、今は、えー、この比較的時間が空いてるからまとめて小説を書くとかそういうのはあるしあのうんえっと そんな一日のうちに、いろんなことをたくさんは聞やらないですけどね。うん。うん、家でその作ったりとかもされるんですか。例えば、絵を描いたりとかっていうのは。ああ、あの去年だったか、一昨年だったかに、久しぶりに絵を再開したんですけど。うんうん、また、結局なんだかんだで、次の小説を書き始めた時期に止まっちゃったのかな。うん、そうですか。か、うんうん、だから、今止まってますね。まあ、あとね、あの机が一個しかないんで。あ。 <laughs> あの、すごくやっぱ、そういうマテリアルなも理由があると思う。確かにやっぱりね、あの絵を描くんだったら、専用の机がないとダメですよ。そり,そりゃそうですね。あ、やっぱ、いちいち片付けてたら、あの、できないですよね。あの、坂口恭平くん僕、友達ですけど、彼、<ー>パステルでね、いつも描いてる、あ,はい、あの。とにかく、彼の、あの、あの、素晴らしい、市民系のパステルがこう置いてあって。<laughs> で、こう、あの、えっ、ー、と、あの、こう。ずっと出しっぱなしになってるわけじゃないですか。 で、うん、アトリエにね、もうやっぱそこに行けばいつでもかける行けばそこに行けばか掛けるっていうなってるから、<laughs> やっぱあれ大事だなと思いますよね。そう<ー>そう。そう坂口さんはどどういうつながりで友達なんですか,んでか。なんかツイッターであのちょこちょことお話をして、あで僕の絵を買ってくれたんですよ彼が。 ってくれた。そうそうそう。あら、初めてね僕の絵を買ってくれたの坂口さそう。え、なギャラリーとかですか？じゃあ直接。あ、そうですか。素晴らしい。そう彼学装して僕の絵持ってますよ。学装して。学装してくれてね。あ、そうそうなんです。そうなんです。実は。それはなんだか面白いつなですね。面白い。やっぱり彼は同い年だし、その坂口さんも同い年なんですけど、あの七七十八年九年あたりの。 80年代を知ってる世代ですよね。 彼もんかちっちゃいこ漫画描いたり絵描いたり音楽やったりとにかくいろいろやってきた人でちょっと似てるんですよね雰囲気がやってる方向性のだから興味を持って見てますねただ彼はものすごいちょっと家活動に何でも自殺相談の電話とか常時携帯でずっと受けてそう僕だから全くそこは真逆なんですよ本当に僕そういうこと絶対しないし僕はもうもうだめなものはだめって言って僕はもう。 <laughs> あのはっきり僕は一線を引く人,人間なので彼は線引かないから、うん、まあでもまあそこはギリギリからもバランス取ってるだろうけどうん、うん、ただやっぱちょっとあれはすごくてうん、うん、でそこからするとちょっとそこは違うんだけどでもあ,の、うん、ああいうふうに、まあ、彼なんかもう本当にジェネレーターそのものですから、うん、かそうまあああいう僕はすごくそれに励まされましたね。うん、あの最近 あのツイッターにピアノの即興演奏の短い動画を僕は上げるようになったんですけど、あれは彼があのバッハの無伴奏チェロをなんとなく練習した動画をあのアップしてたっていうところからあのそれがきっかけでやり始めましたね。そうですか。へえ、なるほど。そうですね。即興で即興演奏っていうことですよね。そうですそうです。そう。あれもね、その彼が バッハの練習をしてた時にまだ弾けてないわけですけど「あララ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 ラ」って曲ね「ダララ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 ラってやつだけどあれを耳コピでなんとなくこうちょっと引っかかりながら弾いてるわけですよチェロを。で短い途中までの動画なんだけどあもうこれでできてるなと思ったんですよそれ聞いて。でつまり練習してる途中なのにそれをちゃんと。 プロフェッショナルとして一つの演奏に洗練させていなくても十分これで聴きうるしもう一つの完成に達してると思ったんですねうん、うん、で僕も一時期僕はずっとピアノ即興をやってたんだけどなんか本当に自分の即興ってこれで出していいのかっていうのはずっと迷いがあって僕はもともとクラシックを習ってたからクラシックの技術はある程度まではあるんですけど即興演奏っていうことを保証してくれるものは何もないわけです。はい でだからジャンスをちゃんと習った方がいいのかとか思って一時期ちょっと習ったんだけどそうで,すでもねやっぱりなんかいわゆるあのスタンダードの曲をセッションで弾くみたいなことにあんまり興味を持ってなくて<ー>で結局まあなんか別に今自分に弾けることをそのままただそれだけでいいやっていうふうに思うようにな,うん、うん、なってきたんですよ。それで結構坂口君のなんかを見てあこれでいいんだと思って。 あの自分にできることをただ、ま、でも何ていうのかな、まあ、そこもちょっと一つのコツがあって今自分にできる技術だけをただダダ漏れにすればそれで終了ってわけでもないんですよねあ OK ってわけでもなくて<ー>自分に今できることをただそれだけで一つの作品に消化させるちょっとしたコツっていうのがあるんですよ。そ、うんうん、それは動画の撮り方にせよないいんですよね<ー>多分,多分そういうことがあって、うん その技術的に高度なところまで到達していなくてもあの一つの完成度っていうものは出すことが可能なんですよきっと、うん、これは文章でも言えるしそれはすごく面白い視点ですねそう,うん、うん、そうそう技術的に未熟というか中途中途でもうん、うん、技術的に途中段階でも完成ということは達成できるんですよ それはそのなんだろうなあやっぱり有限性っていうところにも返ってくる話で,で,で,で、うん、面白いですよね、うん、あのツイッターの「哲学」っていう文章書を書かれててはい、はい、私も結構140字好きなんですよ。あ<ー>なんかそのもう140なんだっていう,あそ,う、ね、そこでもうこれなんだっていうこれ以上書けないんだっていうところで、うん、もう一旦決めちゃうっていうようななんかそのあり方とももしかしたらちょっとつながるのかなと。 うん、思いましたそそうそうだから、うん、本来だったらもっとたくさん書かなきゃいけないかもし論じられないようなことでもあの制限の中で、うん、あそこで一旦の完成ってことにしてしまうと、うん、いうことがあってそんなに高度な技術も使えないしうん、うんうん、でもそれはそれで完成になるっていうのはあってだって別にニーチェの「 短小作品なんて一つの短小なのに短い,ん、ね、短いあんなの子だってツイッターと何が違うのですか数？数行ですもんね。そうそうそう同じですよ。同じです。確かに。うん。マテリアリズム的に言同じです。そうですね。そこを違うふうに言ってるのはそれこそ悪い権威主義であって、だから技術的に同じなんで、あの例えばそういう短い文章を日々書くっていうことだって今から始められる文章実践なわけですよ。うんうんうん。 本当にそうですね。うん、やっぱなんかちょっと視点をなんというかね、そうやってずらしてみたり繋げてみたりすると出てくることってありますよね。いやーすっかり私が楽しい話を聞く会になってしまいます。い,やい,やいやよ,よくわかんない話になっちゃってすみません。<笑><笑>いやいやいやで、まあ。でも結構実践的な話になってきましたいやなりましたね。うん <laughs>、うん、ありがとうございます。えっとね、うん、あと大体20分ぐらいなんですけど。はいはい えっと、オンラインの方は今、全然質問いただいてないので、もしちょっと会場で、はい、あの質問とかコメントとかがあれば、ちょっと一旦お聞きしたいなと思うんですけど、はい、どもうぞぜひぜひどうぞ、誰かいらっしゃいませんか、あのぜひ気軽にという感じですけれども。はい、どうお話ありがとうございました。はいあの 自分がすごい面白いなと思ったのがその分からなさっていう部分を損をしたっていうふうに感じる人もいるっていうところでそ自分が分からないものに対して、まあ、その何か学びを求めるっていうのがその権威が今すごい薄れているっていうふうにあの受け取ったんですけれども何か初めに学ぶときにその 権威を信じるというかこれについ何かその権威的なものについていくっていうのは、まあ、必要だなっていうふうに思うんですけどその、まあ、例えば今自分学部4年生で、まあ、先生とかにその例えばその教授が書いた文章を引用とかして使ったら「なんか君権威的なのはあんまくないよ」とか <laughs> 言われたりしてその, <laughs> その権威をまあ学ぶ時に信じて進んでいくっていう部分も必要だと思うんですけどそのどうすれば 批判的ななな意識を育てれるるようになるのかなっていうのがその無批判な部分と批判的になる部分のその境目というかスイッチがすごい難しいなっていうふうに思っていてそれはどういうふうにすればいいのかなっていう疑問を。何を引用したって今言いましたよく聞こえなかったんだけど。あとととそのなんかレポートとかを書くきにまあその今日 教わってる先生の、うん、書いてる文章って言ったのね、はい、それは駄目だよ <laughs> それはね権威的で良くないっていう言い方はその先生はたまたまそういう言い方をしたんだけど指導教員の書いてるものを引用するものじゃないってことなんですよまず、うん。だから えっと、ちょっとその話がずれていて権威的なものを目指して、えっと、そこに向かって勉強していくというのはいいことなんですよ。だけどねしばしば勘違いする学生がいてその先生に就くっていうことはその先生を尊敬してその先生の仕事をベースにしてやらなきゃいけないんだって勘違いして大学に入ってくる人がいるんですね。特に大学院で僕、指導学生を取るとそういう人がい,い,いるんです。で、これ勘違いで、あのーえっと、非常にシンプルな勘違いなんです。であのー 教わってる先生、まあ、あんまりね、まあ、そのやっぱり直接の人間関係があるから、その人の仕事を直で使うっていうのって、まあ、普通避けるんですよ、なのであの、ちょっとそれは避けて別のところからソースを持ってきたほうがいいっていうだけの話です、それは。うんはい、というのが普通、マジレスでした、はいはい、い教員としての。はいはい はい、い大学みたいになって今ちょっとはい、はい、<laughs> 面白かったですす確かに、はい、そうですねでねもあの何て言うのか権威的なものをちょっと今の,その大学のレポートの話を外したとすると権威、まあ、的というふうなものにあの批判的な精神を持つこと自体はやっぱり非常に重要なことだとはもちろん思いますし、うん、自分の、ね、中でそういう軸というかあのなんでこうなのかっていうことを常に問い直すっていうようなことはあの必要な作業ではありますよね。はいはい、もちろん、うんはい ありがとうございます質問してくださってほかにありませんか会場の方で全然気軽に小さなことでせっかくいらっしゃったのにね時間があるので全然なんかコメントでもいいですので、はい、え結構職員の人とかでもせっかくなかったです、はい、<laughs> とか言ってみんな。 ななかなか誰も何も言ってくれないのでちょっとじゃあオンラインで来ている質問を一つ自分の中にあ千葉さんが自分の中にジェネレーターができてきたなと感じた時期や出来事はありますかという質問ですこれは人生の中で一、えー、回じゃなくて。 えっと、いろんな段階である,とああるので一言では言えないんですよねで多分それはいろんな人がそうで例えばあの18の頃になんだかやたら日記みたいなの書いてたなみたいなことがあってところが2 5 6になるともうそういうことやらなくなっちゃってなんてことがあったりします。でそういうい時にあと振り返っっってててあの時書けてたの時けたたは何だったんだんろうっていうのって自己分析するに値します。うん えー、例えば僕なんかもね二十、えー、歳前後ぐらいの時に実はあの初期のインターネットでホームページを僕やってたんですけどでそこでちょっとしたエッセイとか書いてたんですよでその頃すごく書けてたん、ね、でその時書けてたのは何だったんだろうっていうのも思うしやっぱその時にはある種のエンジンを作ってたんですよねでも結構あの頃はね蓮見先生とか、まあ、あの種の批評的な文章をちょっとこうなんか上から目線っぽい感じの。 ちょっとかっこつけた批評的文章みたいなものの語り口が一つのモデルになって、えー、やってたっていうのがありましたねそういうのが書けた時期もあったしそうね大学院に進んでから僕はやっぱ指導教員の中島貴大にすごく影響を受けてで中島さんの「中島さんだったらこういうふうに持ってくな」みたいな。 ことをモデルにしたそういういエンジンを結構強くやっぱ時期時期であってうんそうねで今は今でも全然僕はもっと違うなんだろうな、まあ、今僕はしゃべるようなしゃ喋ってるようなことをそのまま書いちゃって、うん、でそれを多少書き言葉として整えるみたいなスタイルになってますけど、うん、それだとすごくあの早いですよね量が早く出ませんか あまあ今はのはまあ出ますねそうですねうんそうですそれはた確かにそうです音声入力なんかでやっちゃうとすごくバアっととりあえず下書きは結構早いです早く出ますあ使われますか音声入力あ使います使いますコラムみたいな仕事はもうまず音声入力で下書きやっちゃいますなんか。 私あんまりやらないんですけどあの原稿を書くという作業ではあんまりやらないんですけど、うん、時々そのちょっとしたメッセージであのメールで書くようなメッセージとかは時々使うんですよそしたらなんていうかあれはあれでまた別の脳みそが働くというかなんかちょっと不思議な感じになりますね僕は結構練習しましたあやっぱりそうですか、うん、あれを本格的に仕事に取り入れたら結構使えるなと前から思ってたんでうん、うん、だけどあれ相当難しいんですよなれるのがそうですよね、うん、ちょっとした技術の習得も必 必要ですよね必要です確かに確かに、うん、そうですね、はい、うん。はい質問いただいたオンラインの方ありがとうございました何か他にないですか、はい、まだまだ,まだまだまだいけますよみんな遠慮されている感じですけどちょっと一呼吸待った方がいいのかな 一つオンラインで質問いただきました,ました、うん、千葉さんからすると批評全般の中で美術批評の特徴は何だと思いますかという質問です美術批評の特徴難しいね今日,今日美術批評などというものがほとんど存在しなくなってしまった時代に <laughs> そう言われても困りますよね <laughs> はいはいそうですねこの間打ち合わせの時にちょっと千葉さんとこの話が出たんですけど初手、まあ、あったのかと言われてもねでもまあ それはアメリカのなんかオクトーバー派みたいななんかああいうのからのはまあなんかそういうのはあったわけですけど、うん、でもそうねあのちょうどここにね千葉さんが森村さんのことにつ,森村相馬さんについて書かれたテキストが「これ、えー、と意味がない無意味」という単行本なんですけどこれに入っててこの時はあれでしたっけねシャビの展覧会。 はいはいはい<史>それで書いてますねそれは、ねうん。あとベーコンのもあったりとか、うんね、ちょっとそういう美術批評ありますよね田畑浩一について書いてるであそう,そう,そうですうあ,あちなみにその,あのさっき言った美術部の,その有坂先生の美,術の美術部の時の部長が田畑浩一だったっていうことなんで狭い世界なんですけど <laughs> <laughs>、まあ、そういう、まあ、アーティストとのそういう関係なんです。まあい,いや、えっと、そうだ美術批評をね やっぱりビ批評で難しいまあ単に僕は美術批評ってどういうとこが難しいかと思うかというとやっぱ画面で起こっている出来事が基本的に非言語的まあ当然非言語的でしかも非常にあのえと同時多発的でその複数の,あの系列に 展開する出来事が起きている。だノリニアなんですよね。でノンリニアに非先験的に起きている、同時多発的に起きている出来事をあの先験的な言語で前から順番に一つの流れでしか説明できない言語でどうやってそれを捉えるかっていう,うん、うん、当然捉えられないわけです。うんうん、だからものすごくたくさんのことがこあのこぼれ落ちるところじゃないです。はいはい、ほとんど何も捉えられないぐらい落ちるんで。はい でその時に一体どこに注目することで一定の,あのディスクリプションなり評価っていうものを成り立たせるかっていうことですよね、うん、でそこはやっぱすごく苦労してるのが多分平倉慶とか池田浩介とかあの辺の人,人たちはそういうあの かなりマテリアルな作品分析うん、うん、ディスクリプションにすごく重点を置いた作品分析を最近はやっていてで、ね、ああいう人たちはまあ一時期から日本の美術批評の新しいあの流れを作り出してるかなと思いますけどね。僕も 僕もその作り手サイドの立場に平倉君ももともと作ってた人だからで池田君もアーティストだしねだからやっぱり作り手サイドの目が入ってるタイプのディスクリプションですねその辺は僕の身近なところでは美術費用っていう時にそれが見えてる美術はそうでもやっぱ音楽も同じですけどね音楽もやっぱり作ってる現場が分かってないとだから菊池成吉さんなんか昔からそういうことを言っても無事やってた人なわけでうんはい。 さんもそうですね、はい、佐々木さんとかもねそうですね佐々木さんとかも<れ>そうですよね先あつさんですはいありがとうございます、はい、えっとちょっとん長い質問コメントかなちょっとこのまま読みますね、はい、えっと専門性のようなことを嫌いする人というのは例えば行政職員の中にもたくさんいてまあ、これはえっと美術館の職員の方あ,あ,あ,あ しかしながら彼らは彼らなりに一般の人を代表しようとしている認識から自分の見解を正義だと認識していいるように思いますああ。確かにありますねそういうレトリック。一方でこの認識を変えていく面倒くささを権威に頼るというのもどうかなとは思います。 多くの学芸員の方々がこの点で苦労されていると思いますがこのような状況を俯瞰的に説明できるさっきのような方々に認識を新たに作り直してもらえる言葉はないものでしょうかという結構こみったコメントというか質問というか。うんどういうことなのかな、まあ、学芸員の方々もある程度その一般的な目線というのを代表して。 まあそれでどうしていくかっていうことをいろいろ調整して考えてるっていうことですか。そうですね。えっとね美術館の中にまあ学芸の人はいわゆる学芸専門なんですけど、ああえっとまあうちだと総務っていう言い方をするんですがああそっちの。 えっと人たちっていうのは別にその美術のことを専門に勉強した方とかでは全然なくっていわゆる本当に、まあ、すっごく平たく言うと,、えっと市役所とか県庁の役員の方みたいな形なんですよね。はい、で一緒にまあ仕事をしていく上で例えば、まあ、すっごい平たく言うと何でこれが美術なのみたいなことって、うん、特にうちだとよくあるこれ作品ですかみたいな <laughs>、うん、っていうようなところで、あのーまあ、いろいろ館内でコンフリクトがあるんでしょう。 きっとあるんでしょう。<ー>っていうようなところで、まあ、どういうふうにバランスを取っていくのかっていうようなところもあるのかなと思いますね。でまあはい、はいいやこれはいいものだだからいいんだっていう,こう権威だからなっていうふうに一方的に学芸の側が言っちゃうこともできるんだけどあまあでもあの端的に言ってそれはある程度必要ですよ。<laughs> だって分か,んない人に分かんない人に分からせること無理だからね <laughs> 押し切るしかないからそういうときは。組織運営っていうのは最終的にそれですよ。<laughs> まあ ある種のね、なんかある程度は説明しますけどね。もうなんて、まあそうなると本当にずっと説明をひたすら尽くさねばならないみたいなことになってきて立ち行かなくなっちゃうってことま、ねまあ。まあ現場の難しいところですよね。ありますね、うんうん、本当に。あ、もう一つ質問が来ました。えー、っとすみません、さっきの質問なかなかうまくお答えできずに、ただ問題意識は非常に共有しました。えっと質問、千葉さん自身の日記の実践についてお聞きしたいです。 日記の実践。実践いや別に日記は書いてないです。<laughs> 今書いてないですか？あまあ、まあまあ、ツイッターが日記みたいなもんですけどね。ああ<ー>、うん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 。ま前書いてた時期も終わりだったってこと。いや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 あというかまあ僕はまあ日記的なっていうかその、うん、そうねそのなんて言うんでしょうねうんまあでもまあちょっと一時期かかいか,かいた時もあるかな。うん,うんうん。 まあ、僕は日記という言葉で言うときに、何を言ってるかっていうと。その単に特別な出来事があったわけでも、何でもないときに。見たもの、聞いたもの、印象に残ってることとかを言語にするっていうことですよね。うん,う,んう,んうん、うん、言語化するっていうことですねそうそうです。それだけのことなんですけどね。うんうん、だから、からそれをツイッターとかで、今だったら。まあやってるし。うんうん、そうですね。で、その、それがこう小説における描写の。 あの技術の基本になるっていうことですそうです。うん。なんか子供の時に作文とか書くような宿題とかあったじゃないですか。もちろんありました。ああいうのは好きでしたか。そんなに。あま,りまあ、うん、まあ読書感想文みたいな批評みたいなのはね、結構頑張って書いて、まあ賞取ったりとかしてましたけど、まあ日記っていうのはあんまり。 う,、ね、うん、あ、そうですか。うんうん、まあ、日々のことを書くっていうような話よりも、どっちかいうと、この感覚を。例えば、どうなんだっていうディスクリプションするみたいな。ね、どっちかというと、そういう実践の方に、ご関心があるってことですね。本当に日常の、なんか、大したことじゃことが起きてない時ほど、うんうん、それをこう。 うん、ありありと記述することができるっていうのはすごい技術なわけで。そうですね。でそれはもう直接的に小説の訓練ですよね。うん,うん。一番の訓練だと思います。なる,なるほど、なるほど。そう,そうか、そうか、ん。ありがとうございます。ちょっとお答えにならなかったかもしれませんが。うん、まあ、でもそういうことですね。はい、えっと、会場の方からないですか。もうちょっと質問とか。あ、ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。ちょっとマイクを持ってまいります。 えー、あのー、作品を制作するエンジンを生成するというお話があったと思います。はいはい、で、その時にえっと作品を制作する。ジェネレーターがあって、じゃあさらにそのジェネレーターを生成する。ジェネレーターという風に。 ど無限大化でけて,てしまうと思うんですけれどもいやそん,いそんなことないですで,あので例えば第一段階目ぐらいだったら例えば生活リズムとか,なんかそういうものがこうある種のジェネレーターになるのかなと思ったりもするんですがなんかその時にどこでその打ち止めが可能なのかっていうこととかその政策をその結局精神論まで行ってしまったら神秘化することにならないのかっていうことでどこで打ち止めいやあのねジェネレーターってもっと具体的な話なんですよ 例えば、えー、と,とりあえず正方形の画面に各くシリーズを作るとかそういう話ですもうそういうレベルのこと、うん、とりあえずあの正方形でえ正方形にあのなんか塗るとかでとにかく正方形を塗る作家になるみたいな <laughs> えとまあでもちょっとそれはねまたちょっと具体的すぎるなそれをもう少し抽象的なモデルにするぐらいのことを僕は言っててその生活のリズムとか あのそういうい抽象的なもっとその抽象的っていうかその前段階のところまでのことをジェネレータータとは呼んんででないんですよそうじゃなくて実際にある作品しかも自分の作風といえるようなものの作品を作る時の構造的な原理みたいなもののことを僕はジェネレーターって言ってて。でそれをどういういうに 作れるかっていうことままあまあリヒターだったらまあとにかくあの絵の具をあの巨大なハケであのギャーッとこう横に伸ばしていってモアレみたいなのを作ってっていうまああれでやってるわけじゃないですかだから、まあ、あれはまあ,ああいうジェネレーターでやってるわけでうんそうっていうのはっていうレベルっていう結構具体的な話ですはいわかりましたありがとうございますはい、はいはい、質問ありがとうございますじゃあね今もう こうオンラインで来てる質問で最後にさせてもらおうかなと思うんですけれども、はい、えっとこの方はですね「妄想だったり想像するのが好きですだけど文章に起こせません感情をずれなく書くには何を訓練すればいいですかもし読書であればどのような分野の本ですかおすすめがあればお願いします」ということですね。 うんディスクリプションの話か。自分が思っていることが言葉にならないってことですかね。多分そういうことですね。ああ、まあ、うん、難しいですけど、それはやっぱり普通に文章の練習をするということだと思うんです。で、それは、うんまあなんだろう考え、まあエッセイとかそう小説とかを参考にして。うん 本当、まあ、一部一段落だけ書き写したりとかまあとにかたくさん書き写すっていうのはう、ま、でも全部あのねいこれもまたそういうふうに言うとねすごく頑張って一生懸命いっぱいやろうとする人がいるんだけど <laughs> あのそういうことは全く必要なくって本当に気が向いたものをちょこっとだけ書くだけでも違いますただあとね最近僕が思ってるのは文章にならないっていう人って。 うんとこれはね元々の記憶力の問題もあるんだけど、あの本を読むときに文をね覚えてないんですよね。ああ<ー>、うん、というかこれはちっちゃい頃からのある種の訓練で、文章を読むときに文覚えるって言ったってそんな長いものは覚えられないですよ、うん、そんな昔のあ昔の感覚者じゃないんだから、うん、あの <laughs> えっと本当にワンフレーズとか、うん、えっと長くても短い一文とかを読んでるときになんとなく覚えちゃうように<る>に。 あの読書習慣がついてるとなるんですよ。うん、あるあるわかります。で、うん、それが無意識にできてる人って、それでもうその文の基本構造っていうのがストックがあって、で、そこを変形することで自分の文章を書いてるんですよね。あもうじゃあ一回データバンクに入ってる自分の中で入っ,入ってるんです。<laughs> ところが、あのそういう読書の仕方を全くしてこなかった人は、えっ、ー、と新たにそのフレーズや文を ちょっと気に入ったところを暗記するように努めて読むといいと思う,うん、うん、ただこれもそんなにいっぱいあ,のあちこち至るところを覚えろと言ってるわけじゃないです一つの一冊の本を読んで12箇所でいいぐらいの控えめな言い方にしておきましょう,うん、うん、でいいからワンフレーズ一つの文なんかを覚えるっていうふうにして記憶力自体を鍛えるうようにするのがいいと思います、うん、ええー、面白いですねはい。はい なんかよくこういう時ってとにかく書くんだみたいなアドバイスになりがちですけど、うん、全然そうじゃない方向でるる方方がが大大事事だね暗記のなほど、うん、確かにどうして、まあ、気になったものがある時ってそう何度もなぞるじゃないですかなんでこういう言い方したんだろうとか、はい、かっこいい言い方だなと思って自分の中で何回も読んでこう暗記するまでこう染み込むみたいなそういうようなことですよね。 っていうのはあるわけですね自分の中でそう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 、うん、そうそうそうい、ん、うそ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 うかうそうそうその。 役に立てば良いなと思いますね。いいすねう,ん、うん、ありがとうございます。そしてちょうどぴったり3時になりましたので、はい、これでじゃあ今日は、はい、あのいろいろとお話があっちやこっちや行きましたけれども、はいはい、私はとっても千葉さんにお話が伺えて本当に良かったです。いえいえ僕もちょっといろいろアイデアがつながって面白い経験でした。いえいえありがとうございました、はいはい。どうもありがとうございました。はい、あの、はい、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。オンラインの方もありがとうございます。はい